はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、新一を書いていきたいと思います。新一はいちごさんとカイさんがリクエストくださいました。リクエスト本当にありがとうございます。コナンのキャラは再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。ではまず輪郭から書いていきます。顎をかなりシャープめに作ります。で、先に耳を描いちゃいます。で、目をまず上のラインをグイッと上げて、で、ちょっと斜めに下ろします。で、端をちょっと落とします。で、目はハイライトの白い丸を、くるくるくるっと開けて、で、ハイライトにくっつけて、縦長の長方形を描きます。で、もう一本白い細い長方形を入れて、で、くるくるしていきます。下のラインをぐっと下げて、ぐっと上げていきます。眉毛はまず先端をちょっと浮かして、で、ちょっと横にぐいっと、緩やかに横に上げて、で、ここからぐいーんと上げていきます。で、ここから横にスーッと伸ばしていきます。なんかちょっとここっぽい。で、反対側の目なんですが、鼻がまずこう来て、コナンはこの下のところだけ描くので、で、新一もここの下のところちょっと影を描きます。でも鼻のここはこう角度がついているので、目はかなり角度がついて鼻で隠れます。で、口をまたちょっと出して、で、白いハイライト、こっちは丸くしましたけど、こっちはもうほぼひし形みたいな感じで角度をかなりつけます。ここからスーッと押していって、で、長方形、細い長方形はもうほぼ隠れちゃう感じですね。で、これで間黒くっていきます。で、下のラインまたグッと落としてグイッと上げます。眉毛は結構上のラインにくっつけて、ポイント上げて、ちょっとまた眉頭をキリッとして、で、下ろしていきます。で、口はグッと上げて、で、間線飛ばして、で、下が見えます。で、反対側の耳は左右で大体高さを揃うんですが、こっちは角度がついてるので、あと、髪がこう回っていって、ここで耳タブでしか見えないですね。で、前髪はまずこの右目の端からスーッと上に上がったところから、一本細めに、右目にかけていくような形で一本細めに向け束を下ろします。で、今度こっち側に向けて、大きめの毛束ですね。で、今度これとクロスするように逆向きに、ちょい細めの毛束で一本下ろします。で、今度左目の白いハイライトに目を開けて、一本細めの毛束を横に出して、もう一本横に出していきます。で、今度逆向きに。で、ここから生え際ですね。で、もみ上げを11234と。で、ここからですね、新種の特徴的な頭なんですが、この耳の真ん中くらいからスッと斜め上に上げて、ここからまた斜め上に上げていきます。で、
だいたいこの左目の端からちょっと斜めに上がったところぐらいまで上げたら、ここからまた斜めにクイーンと上げていきます。ここから肩を落としていきます。でここはあのとんがりですね、台形作って、で一本キュッと出してと、でこっちが襟足もピッと出して、で右側はまずこの眉毛の降りていくところをめがけて一本落として、もう一本落としていきます。でここは生え際で外に大きく一本ビヨンと出して、で細めの毛束で逆向きにこれでクロスさせて、でこっち細めの毛束を一本ピュッと出します。ちょっと長すぎたので消します。で首はこの顎からちょっと下がったところぐらいから出ていって、後ろはこの耳のところですね、から出ていきます。でシャツの襟を、でジャケットなんですが、先に蝶ネクタイを描いていきます。蝶ネクタイはまず真ん中を描いて、でリボンを、でここでボタン止めるんで、でこう合わせるわけです。反対側にシャツを襟を向いて、でジャケットの襟、でこっち側もこう続いてきて、でシャツの襟をこう置いてきます。でシワ、大体襟は左右で高さそろえます。で肩ですね、で右肩はちょっと半身になるのであんまり見えないです。で最後に髪の毛にちょっと潰していきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。